皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの伊藤義良平です。本日もよろしくお願いします。で、本日なんですが、ちょっとコメントをいただいたコメントに対して、ちょっと動画で、文章ではコメントを返しているんですけど、動画でも少し、もうちょっと、重ねて解説していけたらなと思いまして、ちょっと何個か、コメントを拾って、実際にちょっと、このラケットを使って少し、もう少し詳しく、言葉、文章だけでは伝えられない部分を少し、身振り手振りつけてちょっと教えていけたらなと思います。じゃあまずはバックハンドが苦手な人は必見、上手くなるポイントを解説しますの動画にコメントしていただいた、いつも参考にしてます。今回も最後の腕のゴールが非常に参考になりました。私のフィニッシュは右手側の肘を畳んでしまってます。外側に出すんですね。明日試してみますというコメントで、僕の回答というか返信としては、コメントありがとうございます。右手を畳んでしまうとスイング半径が小さくなってしまってパワーが出ないのと、高い打点や低い打点の対応力、手首を使った細かいショットなど何かと不便になることが多くなってしまうので、体から離して、あ、ちょっと5時ですねこれ、離して綺麗に腕を使っていけるよう練習してみてください。今後ともよろしくお願いします。っていうことなんですけど、まあ、正確に言うと、ですね、腕を、まあ、基本的にこういう細かいことをやるときに、まあ、こう、腕の動きに制約が出ないように、こう、右手っていうのはしまわない方がいいんですけど、全部が全部ではないというか、まあ、腕から離して使えるようにした方が基本的にはいいんですけど、中には、例えば、あえて右肘をこう残して、開かないようにして、こういう風に使う瞬間とかもあるので、で、いつもその動画で、いろいろ説明してるんですけど、当然、例外っていうのは常にどんなショットにでも存在するんで、まあ、基本的な部分としては、ちゃんと離して、操作した方がいろいろ細かいショットっていうのは使いやすいんですけど、あえて右脇を締めて、ここだけの動きに制限して、こうアングルに打つとか、まあ、ここを制限した方が逆にリストが使えるとかっていうことも、なくはないんで、まあ、基本的にはここで説明してる、例で合ってるんですけど、常に例外は存在してるんで、基本的にはしっかり腕を離して打った方がいいけど、腕をあえて、締めた状態で打った方がいいケースっていうのも中にはあるっていう感じですかね。そんな感じで大丈夫ですかね大丈夫ですかですかね。ショートでも、ちょっとショート、ショート動画の時は、ちょっとこの脇の丸のポイントがちょっと違ったんですけど、もう一回ちょっと改めて言うと、最初、こう、左脇が空いてる状態から、打ち終わるに連れてって、右脇が空くっていう、ここが大事ですね。このスイングの途中を、だけをうまく応用して使うとかっていうことも、中にはあるんで、まぁ、ちょっと自分でやってみて、いろいろ解き明かしてってくれたらいいかなと思います。二つ目のコメント、秋64823、スライスサーブの動画で目から鱗で非常に参考にさせていただきました。ありがとうございます。自分はバックハンドが苦手で練習中なのですが、いろいろ動画を見てバックハンドもフォアハンドと同じようにうまく前足、右利きなら右足の膝を開いて前に向ける動作で打ち出すのがボールに力を伝えるために大切なのかと思って、藤木さんの一等技です藤木さんのフォームを見ていてもそのようになっているように見えたので、次の練習を楽しみにしているんですが、この考え方はおかしいですかっていうコメントなんですけど、これはこれもコメントは変えさせていただいたんですけど、僕が思うに、膝を解放するときと残していくときの両方をケースに分けて使い分けることが大切だと思います。膝を解放して打つときというのは基本的に振り切って打っていけるようなケースだと思います。
ですので基本的なフォームとしては正しいと思います。ですが例えば低い打点のボールを持ち上げるときに体の開きを抑えてヘッドスピードを上げてコンパクトに素早くボールに回転をかけたいときや突き球などを打たれてブロックして返球したいときなどは解放せずむしろ膝を残していった方がうまくカウンターを返すことができると思いますっていう返信なんですけど、この方とってもいい質問していただいたんですけど、この膝をちょっと見切れちゃうか、膝映ってないな、膝をこう開いていくってことですよね。でこう強く振り切っていくときっていうのは膝を開いていった方がいいですね。膝を開いていくことでよりこう大きくスイングができるんで、ただここで僕が説明してる通り、これ両方できた方がよくって、その自分から打っていけるときっていうのは、まあ要するに振り切っていけるようなボールですね。まあ通常のボールでもいいですし、まあもっと言うと少し甘めのボールを自分からしっかりバーンって打っていけるっていうときは、この右膝を解放してった方がいいと思うんですけど、逆にこう相手にボールで疲れてるときとか、例えばスライスを打たれてきてこうチュンと滑ってくるボールに対してこうコンパクトにパンと力を発揮していきたい時とかっていうのは、右膝はこう解放せずにブロックして残していった方がよりいい返球ができると思うんで、自分からしっかり振り抜いていける時は膝を解放していった方がいいんですけど、カウンターショットだったりブロックしたい時っていうのは膝を残してって打ってった方がいいと思います。ただ膝を残すっていうのも、そうだな。でもここで大事にしなきゃいけないのは、膝をこう固めたまんまガンって打つっていう、膝は使うんだけど開きはしないっていう感じでできるといいかなと思いますね。これはとってもいい質問で、こうどっちも、まあ回答的にはどっちもできた方がいいんですけど、どっちもケースに分けてうまく使うことで。より、打っていくときはいいボール打てるし、カウンター打っていくときも、なんていうかこう、相手のボールに負けないというか、やっぱり、こう、まあそれはフォアでもバックでもそうなんですけど、まあ、膝を開いていくってなると、その分こう動き自体も大きくなるんで、やっぱり大きい動きっていうのは、大きな力を出せる一方で崩れやすいっていう、ズレが出やすいっていう危険性もあるんで、こう突き玉とかスライスとかのに対して細かくそれに対応するときっていうのは、極力動きっていうのはコンパクトな方が、対応力はいいし、ズレが少なくなるんで、そういうケースでは膝を開かないようにして、ブロックしてコンパクトに処理できるといいと思います。ただ打っていくときはしっかり膝を解放していった方が、いいと思います。これとってもいい質問ですね。ありがとうございます。AKTK3YZ さん、重要なのはタイミング、ライジングのコツを詳しく紹介の動画にコメントいただきましたね。実践的なライジング説明で大変参考になります。この中で本来、前打点で捌く球を慎重になりすぎてしまい、後ろスウェイにしながら打つのが良くないのは基本だと思いましたが、例外的にはわざと後ろにスウェイして下がりながらトップスピンロブだけは相手方がネットへ来た場合に極めて有効なカウンターになるのでポイントにつながりませんでしょうか。無論実戦の試合でもいつもスピンロブの対応はスマッシュ前相手では厳禁で、同じ下がるタイミングからサイドスライス気味のストレートに沈めるスライスを器用に打てるか試してみますっていうコメントなんですけど、ここで、おっしゃっていただいてる、そうですね、本来前打点で捌く球を慎重になりすぎてしまい、後ろスウェイにしながら打つのが良くないの基本だと、例外的、そうですね。だから後ろスウェイが悪いわけでは全然なくって、後ろスウェイはとっても大切な、ボールの処理のやり方、さばき方なんですけど、ただ、そうですね、本来前打点でさばく球を後ろにスウェイしながら打つのは、まあそうですね、あまり良くないっていうことですね。そうですね、後ろスウェイのライジング大事っていうのと、それは、動画でも説明した通り、
その、ケースに分けて使い分けることがこれも大事で、その状況ですね。ボールが、ボールの位置で説明した通り、前足よりも内側、まあ自分の中心ぐらいに入ってきてるボールっていうのはスエーしながら打たざるを得ないんで、そこは、スエーしながら打てないと逆にうまく返球できない。で、このトップスピンロブ、その後ろにスエーしながらトップスピンロブっていうのは、まあそうですね、難しいショットではあるかなと思うんですけど、ただとっても有効なショットではあると思うんで、ぜひやってもらいたいのと、あと、ちょっとこの動画の中では説明しきれなかったんですけど、後ろ、前、後ろ以外にも、ステイっていうのもあるんですね。ステイっていうのは要するに、こう前、スエーもあれば、とどまって処理するっていう、ライジングの処理もあるんで、だからその3つでうまく線引きすることが大事ですね。例えば、そうだな。ベースラインよりも、例えば、1メートルぐらい後ろにいてベースラインの線のところに来たボールだったら前に入り込みながら打つんですけど、例えば自分がベースライン上ぐらいに立っててベースライン上ぐらいに来てるボールだったら、それは、スエー、後ろにバックスエーもあるけど、ステイして、よく女子の選手には結構見られるんですけど、その場でしゃがみ込んでライジングするっていうやり方もあるんで、後ろバックスエー、前のフォワードスエー以外にもステイしながらライジングで処理するっていうやり方もあるんで、それもうまく組み合わせてもらえたら、トップスピンロブ以外にも、まあ、パスを打っていくっていうこともできると思いますし、まあ、あとそれができると、やっぱり前線を下げなくて済むんで、テンポを上げたまんま残せる。で、相手を振って、深いボール来たのを下がっちゃうと、また相手に時間あげちゃうけど、ステイができればパパーンでそのまま反対方向に。ボールがいまいちでもテンポが速い分相手を追い込めるんで、その、スエー以外にもステイもできるといいかなと思いますね。それはまた、改めて動画にでもしようかなと思うんで、そちらもぜひ参考にしてみてください。はい。じゃあ、今回はちょっと、3つの質問に答えたんですけど、今後とも、コメントをいただいたらそのコメントに対してちょっと動画上でいろいろもうちょっと説明してきて、今日はちょっと雨が降ってしまってて、本当はコートでもうちょっとできたらいいんですけど、またちょっと動画の中でコメントにも返していきたいと思うので、ぜひ今後ともコメントのほどよろしくお願いします。で、本日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。